でけえでけえ。対10魔兵団設計図、これはでけえな。おお、何はてなはてな、はてなはてなとは。めめ、これは素晴らしいデジモン設計図を書いてくれたのだな。あ、魔法兵器か。はてなは魔法兵器だな。敵の弱点をつくものでなければ意味がない。実は私に心当たりがあるんだ。僕たちはここで設計図の、壁の部分を組み立てておこう。君たちは敵の弱点を探ってきてくれ。うん、あ、オッケーオッケー、分かった分かったよ。うん、とある情報によれば、十魔兵団の乗るハーゴン軍の軍船が南東の船着き場に来ているらしい。あれあれ、さっき見たやつもしかして。忍び込めば、あ、けど船って感じではなかったな。くどいようですが、あ、わかったわかった。とりあえず、下に、収納箱あるよな。収納箱、収納箱がない、収納箱がない。よし、働け。はい、普通の鎧で行こう。で、指導の武器、ギガンテスのコンボで、鋼を1本作って、よし、もう1本だけ仕上げとこう。で、これ指導に渡したいんだけど、指導くん、指導くん、指導くん、痛い、シドウくん、シドウくん、こいつら石炭落としてくれるかな。いや、硬いな、だいぶ硬いな、やっぱ。シドウ渡せる？よし、渡した。よし、行け行け、シドウ、本気出せ、本気。これいらない。よっしゃ、じゃあ行くか。ここの建築は任して、行きましょう。方向的に言ったらめちゃめちゃ向こうだ。めちゃめちゃ向こうやったわ。こっちか。そうだよね、やっぱここトロルをさ、石炭欲しいな。魔王軍の旗も一応持って帰るか。旗、なんかありそう。こっち、ヤタガラスの色違い、
倒す、倒す。まずは爆弾よ。あ、そうか、鋼の剣をさ、鋼の剣持ってるやつのやつ全部回収してさ、全部この炎の剣にしちゃったらよくない？賢ないそれ。そうしよう。てなわけでちょっと集めなきゃな、これ。爆弾岩を倒すのと、確かこれ、この魔力石だよね。なんかハテナが出てる。リカントだ。どうした？俺は俗に言う脱走兵ってやつだ。船旅が嫌で逃げ出したのさ。うん。ああ、だったら俺の目の前にあるのがハーゴン軍の魔獣兵団が使っている。おーおーおー、あったわ。用が済んだら覚えてたらもう一度。 OKOK、 分かった。こいつ仲間にできそうだな。これか、ちゃんと船。うん、待てシド、実はすでに仲間が潜入しているんだ。うまく合流して弱点を探りたい。怪しい、そんな話聞いてなかったぜ。怪しいぜ、こいつ怪しいやつだぜ。まあ仕方ない、あの高台から飛べと。トン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 。カラスの相手はしてる暇はない。トン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 。こっから飛んで、ほっ、よし、これでいいか。やってられねえぜ。トロールの野郎がやられたせいで俺たちがムーンブルクを攻めなくならなくなっちまった。こないだのしけで、船のケツにでかい穴が開いちまってるのに、まったくしけてるぜ。牢にぶち込んだからいいものの、妙な人間には忍び込まれるし、最近はしけたことばかりだぜ。ああ、本当だったんだ。仲間の件に関しては本当か。海、分かった。見つかっちゃいけないらしいな。ってことは、あった。イエティがいる。あそこだな。ゆっくり、ゆっくり行くぞ。見つかってはいけない。潜入成功。冷たくて気持ちいい水だったら頭がすっきりしたぜ。スライムがいるんですけど。お主ら人間ではないのか。どうやって忍び、人間ではないか。地理的に見つかったか。どうする、首でも締め上げるか。ペシャンコにしやろう、このやつ。お、ジジイ、やはりホッホ様でしたか。敵に捕まったのかと心配しましたが、
この方が敵軍に潜入していた我らの仲間ホッホ様。ほう、変化ができんのか。ホッホッホ。弱点を探りましょう。そうか、ではお主たちにこれを授けよう。潜入生活に欠かせないすごい道具じゃぞ。変化の杖、やった、嬉しい、楽しそう。これ早速変化の杖使ってみればよい。やっなんで？なんで大きい土？攻撃はできぬから、暴れたいなら分かった。あ、こいつが捕まってたわけじゃないのか。この状態で暴れることはできないって言ってた。あ、どうやって解除？こうか。ちょっと待って。しまっちゃった、いろいろとしまっちゃった。変化の杖は出しとかなきゃ。変化の杖出しといて。もう一回。あ、違う。変化をしてちょっと待って大きい槌がいいわ。だったら大きい槌がいいわ。イエティは嫌だ。こんにちは。うん、俺たちは魔獣兵団、鋼鉄の肉体と汚れを追われ、うん、無敵の軍団さ。怪しいじゃん、こんな。こんにちは。ようありありだぜ。シド、お主は黙っておけ。ここはわしに任せるのじゃ。減るもんじゃねえ。興味があるなら入ってみろよ。悪さして本当にぶち込まれるなよ、いいやつ。さあ、ボコしに来たぜ、お前を。誰です、あなたたちは。ああ、ついに処刑される日が来たろうな。破壊神様、どうか僕をお導きください。 R1、 ああ、けど今解いたらやばくないか。はい、大丈夫か。ヤッホー、銀融詩人、プッと。うん、そうですね、情報は魔物から聞くしか手はないですが、魔物たちはみんな口が固いんです。でもここに不満がある魔物なら何か話してくれるかもしれない。あ、いたね、甲板に。いいよ、行くぞ、変化イエティ、まあいいや、イエティで行くか。でけえんだよな、邪魔なんだよ、見にくいんだよな。なんだお前ら、見ない顔だな。さては、新入りか。シド、黙っておけ。根性してるな。だがそんなこと俺にもわからん。イエティあたりがそこの階段上がって甲板を出な。うん、ちょっと変化したい。イエティでかい、邪魔。イエティだらけだ。違う、こいつじゃないんか。
上か。下？あれ？甲板上がってってこっちじゃないの？間違えた。やば。あぶねえ。あぶねえ。あれ？こっちじゃ、あ、こっちか。こうか。こっちだ。いや。うん。性格はジュミジュミしてるけど、しっかりとか考えるタイプじゃないんだよ。そういうことはこの船で一番赤くて陰湿なリカントマムルさんに聞いてみなよ。OK。なんかいろいろなれるから楽しいね。スライム、ブラウニー、イエティ、ブラウニー、大木槌、スライム、大木槌、イエティ、うん、3種類。3種類でーす。3種類でーす。こっちか。シーリーどうだ、元気に悪女働いてっか。雑魚だ。シド、黙っておれ。お、シドが役に立った。防御力も高いが同時に弱点、火でもつけられちゃ燃え上がって戦いどころじゃなくなる。俺たち魔獣は火に弱いってわけさ。火か。何だろう。ギラタイル。ギラタイル。てっきり上のリカントがなんか話してくれるもんだと思ったけど、違うかった。こいつじゃなかった。一応話しかけとく。任してください。わしがちゃんと修理しときますぜ、兄貴。よし、これでもう撤収していいんか。変化解除。これちなみにさ、この状況で話したらどうなるかな。怒られるかな。あ、そうなんのね。オッケーオッケー。まあいいや、出れたし、出れたし、いいや。おう、しかもちょうどこいつ忘れてたわ今。アンサンドを分けてやってもいいんだ。ん？タジじゃ渡せね。俺は生肉にメガネ。生肉5個。生肉5個。あ、あるあるある。あるよ。いいよ。アンサンド。アンサンド。ちょ、仲間になってくれよ、お前も。これだけか。埋めようかな。こっちに小さなメダルの気配がする。やっぱり。はい、簡単でーす。イージー。ドンドン。イージードケハゲ。よっしゃ、じゃあこれで一回戻るか。戻ってギラタイルを作るんだけど、炎の剣をいっぱい作りたい。
け取って可愛い。うん、あんたは違う。あんたはガイア。あ、ちゅうか、じゃあもう話しちゃったよ。話進んじゃった、連打しちゃった。うん、さてギラタイルはどうやって使うのだ。まさかずっと火を吹き出し続けるわけではあるまい。仕掛けを用意して敵が仕掛けを踏んだ時に起動する。その仕掛けも考えてくれてるのだろう。もちろん。アネッサに炎の剣持たせるか。床スイッチ。うん、アネッサにこれで、アネッサから鋼もらったからもう一回ここで作るんだけど、城の床、これが70 70 5、1個で5できるから35 35。ってことで40 40作って、まあ先にこっち作るよな。よし、収穫。床スイッチ、これだ。完成したからこれもらって、ほんで、あー、魔力の水晶が足りぬ。しゃあねえな。まだやってるわ、外で。ずっとやっとけやない。変化。殺す。ビビっちゃってるわ。ほんじゃあ普通にちょっととりあえず話しかけるか。お前らも働け。おじいちゃん、わしはお前の帰りをずっと待っておったぞ。メンブルクの知恵袋戻ってくれば100人力だ。えてよ、わしは元より教団など信じておらんかった。わしも見てもここに住みビルダーになるぞ。ハーゴン様、僕はこれからもあなたを愛し続けます。ルルル。やばいやつもいるな。ほっほとプット。で、とりあえず完成を急ぐ感じ。これを配置するんだけど、ん？これどこ？ギラタイル。あ、この線上に置けってことな。オッケーオッケー、任してくれ。
あ、置いてくれてる。ナイス。よーし。でけた。完成じゃ。それにしてもアネスは未だに教団を抜ける気はないらしい。ビルダーになる気もないそうだ。彼女は昔から堅物でね、一度信じたことはなかなか変えようとしない。僕が気にかけておく。どうか今は許しておくれ。仕方ねえな。まあけどアネスはスパイ説もあったけど、ちょっとその説はなくなったかもしれないな。アネッサの命を受け、敵方に忍び込んでおるとは。わしも兵士として負けておられん。そこでじゃいて、わしらが戦略に沿って動けるよう戦闘中目印になるものを作ってくれぬか。闇雲に敵に突進してはせっかくの魔法兵器も活かせぬのでな。二つ作り。うん、そうだね。勝手に突っ込んでいくからね、こいつら。見張りのかがり火。ビルドレベルも上げれる。よし、これとりあえず置いちゃおうか。見張りのかがり火作れるっしょ。作れない。かがり火か。石炭が足りない。石炭はちょっと敵がさ落としてくれないとないんだよね。攻めてきてくんないかな。でこれ2個。よっ、これを配置する。よっ、これを置くことによってこっから先に突っ込んでいかなくなるのかな。このかがり火の周りで効率よく、あ、この周りで動くんか、うん、はい。最近城の兵士が2人ほどいなくなっての、お主心当たりはないか。死んだやつなら何か知ってるけど。耳、この揺れはやばい。戦闘だ。ちょっと綺麗にしとこう。ちょっとご飯取っとこう。なんでここ、なんでここにしまっちゃうんだろうね。食べようとしてんのかな。あ、どう、レベル上げちゃう。レベル上げちゃえ。全員外から、全員外で待機してたのに、ごめんな。なんか集合かけちゃってごめんな。よし、何、お、なんか王族セットみたいな感じが作れるようになった。金の霊に満ち、あ、オッケー。またとりあえず武器持たせるか。全員に炎の剣持たせたいんだけどな。はい。みんなすぐどっか行っちゃった。みんなすぐ外行った。お、緑色のなんか兵士も来た。緑色。こいつら何持ってる。基本装備はどうなんだね。
緑色の服装は回復兵。お、ベホマラめっちゃいいじゃん。青い服は兵士、回転切りを使えちゃう心強い兵士。赤い服の兵士はこの絵兵、いつもは王様の警備を担当している。作ると、だから青が前衛、赤が中衛、緑が後衛、そんな感じか。よし、先鳴らしといてよかったわ先に鳴らしといて正解でしたね。戦力は大いに越したことはない。よし、いいね、なかなか壮観だね、よし、じゃあ戦う前に一旦区切って、次始めから戦いから始めよう。その前にね、とりあえず銅の剣持ってるやつだけ鉄か鋼に変更してから戦いに挑もうと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。